うわぁ、長い。みなさんこんにちは、純正レゴブルドや、ひらひら。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちら、レゴクリエイターハイスピードトレインです。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、こちらは僕が3月にエキスポシティのレゴストアで買ったレゴクリエイターです。ちなみにこちらのレゴクリエイターはレゴストア限定品となってます。はい、外箱はこのようになってます。ちなみにこちらのレゴクリエイターは1個2500円です。この箱の新幹線の完成度がもうすでに高そうですね。なんでこれ一般販売しなかったんだろう。このハイスピードトレインのすごいところはこれを2つ買うことで4両編成になります。では開けましょう。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で4つと説明書が1冊とシールドシートが1枚入ってました。はい、それではレゴクリエイターハイスピードトレインを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。今回組み立てたハイスピードトレインなんですけど、思ってたより長くて結構大きいです。はい、では今から付属するシールを貼ります。せーので、完成。レゴクリエイターハイスピードトレインです。おお、やっぱ長いですね。レゴシティで新幹線のセットとかあるんですけど、まあざくっと言えばあれを小さくしたものがこのレゴクリエイターハイスピードトレインじゃないかなって思います。はい、じゃあ全体をぐるっと見回すとこんな感じで、うわ長いな。ハイスピードトレインは先頭車両と中間車両のワンセットになってます。ではまずは先頭車両から見ましょう。全体をぐるっと見るとこんな感じで、全体的なカラーは白が基調になっていて、部分的に青色や紺色やグレーで色分けされています。まずここが操縦席部分です。先頭車両の操縦席部分の完成度がめちゃくちゃ高いです。ただ今回のレゴクリエイターは内部の表現はありません。で、一部このようにシールで再現されています。横から見るとこんな感じで、こういった細かいところも再現されているのがさすがレゴクリエイターだと思います。そしてこの部分がパンタグラフとなってます。はい、後ろはこのようになっていて、この黒いプレートパーツは中間車に行くためのドアだと思います。はい、続いては中間車を見ましょう。全体をぐるっと見ると
こんな感じで作りについては先頭車両とほとんど一緒ですね。違うところは運転席がないのとパンタグラフがありません。後ろはこのようになってます。車輪がありますのでこのように転がし走行で遊ぶことができます。これ先頭車両の全長はどれぐらいあるんでしょう。ちょっと一回スケールで測ってみます。長さはおおでかい。先頭車両だけで約18センチもあります。続いて中間車はおお中間車は約16センチもあります。なのでこのハイスピードトレインの長さは2両合わせて34センチもあります。それと僕はこのレゴクリエイターハイスピードトレインをはい、2個買ってますので4両連結させたいと思います。その前にまず3両目のこのパーツをこのパーツに変えます。はい、これで準備は完了です。では2両目と3両目を連結させます。はい、連結させるとこんな感じです。うおー長い。これ2両で34センチあるので4両で約68センチもあります。いや長いな。レゴシティのトレイン買ったことないんですけど多分レゴシティのトレインもこれぐらいの長さあるんじゃないかな。近づいて全体を見ましょう。いやーすごいな。いやこれは本当に2個買いした方がもういいですね。はいでは最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。サイズ的にはミニフィグじゃなくてマイクロミニフィグサイズですね。じゃあ続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。大きさはレゴマリオの4分の3ぐらいはあります。はい、レゴクリエイターハイスピードトレインはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターハイスピードトレインを組み立ててレビューしていました。今回組み立てたハイスピードトレインなんですけどめちゃくちゃ完成度が高くてとても良かったです。まずこのハイスピードトレインの全長が34センチもあって思ってたより長かったです。それと実際の新幹線みたいに部分的にパーツで再現されているところがすごくいいと思いました。これは新幹線とかが好きな人にめちゃくちゃおすすめできます。それとこのハイスピードトレインを2個買うと4両編成で全長約76センチにもなりますのでこれはぜひ2個買いすべきだと思います。でこのレゴクリエイターはレゴスター限定品となってますので気になった方はぜひ組み立ててみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ